はい、では今日はね、今日はパイシート、パイシートというものを使ってパイを作っていこう。ってことで、パイを作っていこう。パイシート、チョコパイ、バナナパイ、抹茶パイ、アップルパイはマイナーすぎる。普通すぎる。では何を作っていこうかな。お母さんと作っていこうと思うんだけど、お母さんがいません。お母さん何してんの？何やんないの？俺が全部やんの。じゃあまず開けよう。え、何これ？できてんの？何？できてんの？それで焼けばパイが焼けんの？挟んで焼くだけ？クソ簡単じゃん。あー、サクサクになるパターンね。これ入れるとサクサクになるパターンになるらしいです。これ瓶違うから、これって見せなきゃ。なんでキイチゴジャムに砂糖入ってる？どういうこと？なにこれ、なにこれ、ついてる意味あんのこれ？気づかない。そういうことか。面白い、これ食いもんじゃないみたいな、ね、パイってなんでいっぺんに金？何？このこうで4等分かな。大きくなすんじゃ膨らむんだからね、パイが。もっと、え、次、はい、次で、は、何蓋ってどういうこと？何するの意味わかんない。で、チョコ入れて、入れる？ん？俺の力だとやりすぎちゃうかもしれない。なんでやんないだるなんでこれいちいちこうやってやらなきゃいけない。お菓子ってだるいね。だるいよ、料理の方が簡単。暇なやつしかできんねえじゃん。そんなことないよ。あともう終わった。もうワンシート、ベスポジ。よし、きた。もうお腹いっぱい。意味が分かんない。次何挟む？猫の毛。あ、パイ焼き。そうそうそう。でもバナナの完成で、ちょっとうまい。うまいわ、すごいうまい。ねえ、めっちゃカッツ。チョコパイ2個目突入。手切った、手切った、来てなかった。完了。にね、この生クリームを、生クリームっていうやつをここにちょん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 と乗せて、さらにここにバナナを、オンザバナナ。はい、いただきまーす。うまっ。うまい。うまい。混ざってない。全然混ざってない。全然混ざってない。横にこぼれてる。え、こぼれてない。一滴。え、これ卵だよ。え、全然混ざらない。全然混ざってないじゃん。卵なんでこれ茶色か。生クリームバナナパイ超うまい。はい、ダメです。